毎度ご視聴ありがとうございます。この動画は2011年の7月、もう9年前なんですけども、チョンブリの、自宅から15分ほどの森、それをずっと1時間ぐらい歩いて、一番奥の方まで行った時の動画です。映ってるのは七節のペアなんですけども、この日はですね、ちょうどこのそばにある、野生のニガウリですね、この葉っぱ、今見えてる葉っぱ、これの新芽と、実を、採集してた時に、ちょっと右の方から気配を感じて、そちらの方に目をやるとこいつがいました。そしてこれが実は非常に大きい、この黄色い花が見えるのがニガウリの花ですね。今採集中。でかいですね。この頃は腕時計もしてたんやな。映ってるのはもちろん僕の左腕です。大きいですね。だいたい25センチから、体長は25センチぐらいですね。前に伸ばしてる足がかなり長くて、それまで合わすと35センチから40センチあるように見えますね。これはメスなんですけども、羽はないですね。この白いのがメスの七節ですね。で、向こう側にぶら下がってるのがオスです。オスでも体長15センチほどありますね。オスには小さな羽が生えてますね。交尾中引き離したので返します。でメスはと言いますと、今私の頭の上に登って、こんな感じですね。メスは25センチから30センチありますね。本当に枯れ枝のようです。で今2010年、3月までタイにいたわけですけども、この間9年8年半ぐらいかな、の間に、この種の七節は1回だけ夜の、林道観察で、見つけてるだけで、それ以外は結構一生懸命探すんですけども、見つかっておりません。どれぐらい生きてるんでしょうね。今度見つけたらちょっと飼育をしてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。